あ、でも1個でも結構バランスいいかも、これ。じゃあ2個。これぐらいの。あ、なんかでもさっきの方がバランスいいな、こうだと。あ、なんか違うね。1個だわ。Okay, I'll send you guys. はい。お疲れ様です。今日は、3月1日です。今日はね、東京ソングセレブレーションのインタビューをやっております。サムとモーガンさんですね。で、今新しい部屋をね、用意しております。まずはサム送り、そして今度はモーガンさんに送ります。はいはい。 OK、Welcome back。 曲は全部モーガンさんが書いてたんだよっていう話をしてましたけど、サムもオリジナルの曲を書くじゃない？二人はどういう感じで作曲っていうのはするんですか？ When you are writing a song, I don't know, how do you do it? なるほど。面白いね。本当にまさにこう、よく日本のミュージシャンとかも言うけど、こう降りてくるみたいなやつだと思うんですよね、それ。よかった。ありがとうYeah, ござい thanks, まし man. た。 Thank Hey, you. see you soon. Yeah, man. Alright. OK。 いいインタビューだった。楽しかったです。すごい興味深い。なんかいい話いっぱい聞けたな。その作曲の話とか、ちょっと試してみたいような感じのアイディアが良かったです。よし、そしたらね、 Vlog 今日のやつ作っていきます。今日はレッスンとか特にないんで、 Vlog 作って、で、ウォーキング行きます。なんか天気すごくいいみたいでさ、あったかいらしいから、この明るいうちに散歩行きたいんだけど、 Vlog がね、終わってないからな。どうしようかな。やっぱ先に Vlog やんないとな。安心してウォーキング行けないよね。Vlog の編集も終わりまして、アップも終わりました。で、例によって散歩行きます。お、あれ、これは梅？桜？どっち？桜かな、これ。あれ？梅か。梅だよね、多分。あ、確かに今日あったかいわ。まあ今もう5時とかになっちゃったんだけど、でも全然あったかいです。で、今日はウォーキングぐるっと大きくね、1時間半ぐらいやって、まあ例によって1万歩目指すんですけども、今日のポッドキャストはですね、ピーター・アースキン、はい、ドラマーですよね。で、帰りにちょっと買い物して、食材なんか買ってこようと思います。ちょっとぐるっとしていきます。はい、戻ってきました。1万にはね、まだ行ってないんです、実は。9946。でもまあ、大体インタビューもね、一通り聞きましたし、で、買い物も行ってまいりました。ちょっとだけ食材買いました。まあ、野菜ですね、主に。一応、ダイエット中なのでね、まあ、ゆるくやってます。そんなにキツキツではないです。で、こちらが明日の Vlog ですね。はい。で、別にこれ Vlog を今から作ろうっていうことではないんですけど、今日これからやろうと思ってるのは、そのイズマティックのレコーディングをここ何日かずっとやってきておりまして、で、まあ、他の人がさらにこう入れたりするわけですよ。
例えばアルバートが入れるとかね、もう一人のギターがさ、で自分がやってこうなんだろう、なんかやりにくいな、使いにくいなっていう感じだったから、それを改善するべく、クリックトラックを5曲分これそれぞれ作っていこうと思います。別に頼まれてないけど、これはやっておこうということですね。まあこれがあればトラックによってはですね、セッションファイルをこれ使わずにアルバートが自分でセッションファイル作ることができるからさ、それをやっていこうかなと思います。で変拍子の曲なんですけど、どれもそれには対応しておりません。ただ単に全拍にコンコンコンってこう入ってるだけ。まあこれを入れていこうってことですね。これ5曲分やっていきます。でこれがさ、実際スタジオでなんかレコーディングするっていう時のプリプロとして機能させるためにもですね、このクリックトラックを作っておくっていうのはいいと思うんだよね。まあ別にこれ頼まれてるわけじゃないんで、使わないかもしれないですけど、まあそれはそれで、その時はその時で別に、まあいいんじゃない、別にっていう感じです。はい、特に気にしておりません。そんなに時間かかんないんじゃないかな。だってここに一拍ずつね、こうペッペッペってこうやってやっていけばいいだけなんで、まあ、気をつけなきゃいけないのはこれ、ずれて貼っちゃうとまずいよっていう感じだけど、スマートモードみたいなやつがあるんでね、こうロジックはだいたいもうここにピッてやった時に自動的にガシッとしてくれるんですよ。まあちょっと慎重にやっていきますね。あんまり雑にはやらないようにしようと思うけど、何小節かさやったらあとはコピーして8小節分ボンって一気にみたいなやり方でどんどんいきましょう。まあチラチラ確認しながらやっていきます。なんかね、眠くなってきちゃった。はい、ここから表紙が変わるんで危ないですね。まあ変わったところで何もできないけどね、ビートが合っていればいいっていうだけで。でも実際そんな5拍子だからっつって5拍子ごとにアクセントがポンってついてる必要はないと思うんですよね、自分は。どうなんだろう、あんまり気にしてないから分かんないけど、あったらあったで、分かりやすいねっていう感じはするけど、別にそんなになくてもいいんじゃないっていう感じはしてます。でなんとなくこのクリックトラックが欲しいっていうのはですね、まあパソコン内でのクリックをあんまり鳴らしたくないというか、まあ人によるとは思うんですけどね。なんか自分の作ってる、曲とかそういうのだったらパソコン内で鳴ってていいんだけど、パソコン内で鳴ってていいっていうか、このロジックのクリックを鳴らしてて全然いいんですけど、なんかねこう人に渡す時とか人からもらったデータに入れてく時っていうのは、個人的にはクリックトラックも一緒に送ったり送られてきてほしいなっていう感じがしてるんですよね。でもちろんこのロジック上でもさ、その曲のテンポは入力するんだけど、実際はこのトラックの方をですね使うっていう感じですかね。まあそのテンポは聞いてないと、なんていうかそのグリッドが揃わないんで、何かとこう編集をね、こうギタートラックを入れていく時もやりづらくなっちゃうから、テンポは一応聞くんだけど、クリックトラックの方を参考にギター弾いていくっていうのが好きなんですよね。好きっていうか、まあそうやってやってきてるっていう感じかな。はい、できました。じゃこれをクリックトラックだけ書き出します。試しにこのいただいてるデータもちょっと今頭入れてみようかな。あ、だよね、やっぱね頭の位置が揃ってないんだよね。だからこう使えないわけなんだけど、となると、アルバートもあるこれ頭の位置揃えてとかって、それやっちゃうとずれて取っちゃってるとか、そういう危険性もあるんで、だから自分もそれやりたくなかったから、なのでこれ頭の位置が合ってるから書き出しますね。これで例えばスタジオでこのプリプロを使うってなったりとか、まあアルバートがこのギター入れるとかってなった時に、この全部のデータをですねこの中に入れるわけですよ、ボンってね。そしたらずらーって全部こう並ぶわけよ。でこれ全部頭の位置が揃ってるから、クリックもあるしね。でテンポは一応入れた方がいいと思うけど、入力した方がいいと思うけど、まあ仮にテンポ入力しなかったとしてもさ、ここにクリックが鳴ってて、まあちょっと音量揃えなきゃいけないけど、全部バーって縦の位置揃ってますよねっていう、セッションファイルが出来上がるんで、
これを差し替えていけばレコーディングできますねってことになります。なのでこれは OK ですね。じゃあこの調子でどんどんやっていくってことでいいんじゃないかな。うん、できた。5曲ともこれで、クリックトラックと、ベースドラムで自分の録音したギターが全部頭揃ってるものが出来上がりました。なのでこれをですね、まあ、一応ジェフに確認してもらうんだけど、確認してもらって、でそれぞれ大丈夫だよっていうことであれば、それをアルバートに送ってもらえば、アルバートがそれに対してギターを入れてくるだろうし、でそれをまたジェフが集めて当日持っていけば、スタジオでこれがプリプロとして使えるというわけですね。でこの中には自分が仮でミックスっぽくしたギターのトラックとかのボリュームとかをね、バランス整えた MP3 が入ってるんで、それも参考にしてもらってアルバートは録音したらいいと思うんだよね。はい、でそれぞれちゃんと入ってるかもう一回確認しますね。はい、これも OK です。はい、これも OK です。危ない、ちょっと間違えてた。ベースが入ってて、ドラムが入ってて、クリック入ってて、サンプルも入ってて、よし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 、できたぞ。じゃあこの5項目を圧縮し、これを送るわけですね。 OK、 できた。ちょっと休憩しようかな。どうしよう、9時か、もうちょっと休憩します。I then proceed to lower the iPhone below GrabGrip's rotation axis to increase rotation speed. This is GrabGrip's most forgiving roll axis setting. はい、ずっとね、これセッティング頑張ってるんですけど、難しい、これ。このバランスを取らなきゃいけないっぽい。上と下で、なんか。結構むずいっす。今んとこうまくいってないっす。このチュートリアルのビデオを見ながらやってますけど、なんかうまくいかないっすね。ここはゆるゆるっちゃまずい。ゆるゆるなのか、あれは。こうなっちゃまずいよね。そういう動きはしてないから、もう一回緩めないと。ここはがっちりしなきゃいけない。で、チュートリアルの通りだと、こんな感じでやってんだよね。でもなんか違うな。もっと重たくした方がいいよってこと。いや、かなりむずいな。全然この動画みたいな。Here you can achieve great stabilization. ん？したらこれがこうなって下から結局刺したってこと。で結局もう一回これ外して下からやってくださいってことですね。今度はこれは下からこういってくださいっていうことで、で結構ベタってとこまでいってますよ。正面をキープしてないっていう、このなんだろうな、これがこうなったりこうなったりすんのが嫌なんだけど、それはここで保持するしかないんだけどな。これも動いちゃうんだよね。例えばこうしておく、基本こうやって取るってことになるよね。難しいよね。こうなるとさらにどう、動画でやってるみたいにちょっとこの重さを、重しをつけますね。どう？フラフラしない場所を探してるんだよね。それっぽい動きはしてきた。昨日よりはいいような気がするけど。じゃあこれでこう歩いてきまして、例えばこうやって、むずいけどこれはこれで、揺れてない？そんなことない。要は揺れないところを探せればいいってことだよね。例えばもっと重たい方がいいのかな。ちょっと重しつけてみるか。
どうなんですかね、ちょっとよく分かんなくなってきた。すごい揺れてるんだけど、すごく揺れてるんだけど、これ自体が、これ自体がこうやって揺れてちゃダメなんだよ。そういうことだよね。だってこんなにガクガクに揺れてたらダメだよね。ってことはここになんかもっと重たくするっていうことではない、なんかバランスなんだよね結局は。一個あ、でも1個でも結構バランスいいかも。じゃあ2個これぐらいの、あ、なんかでもさっきの方がバランスいいな、これ。あ、なんか違うね、1個だわ。こんな感じかな。そしたらこれのバランスとしてはちょっと難しい。結構揺れてるもんだって。でこれはこれで写真撮っておかないと戻れなくなっちゃうんで、あ、間違えた。まあ写真撮っておかなくても、まあこれでこんぐらいの距離だったよっていう感じで、割とこれはバランス取れてる方なんだと思う多分。一応こんな感じで一応写真撮ってみましょう。でこれだったらどうなる。でも重たいからさっきよりは動きはいいのか。難しいな、やっぱキャノンではちょっと使えないかもしれない。なんかこのセットアップを毎回するっていうのもすごい大変だよね。この重心をさ取らなきゃいけないっていうのが。あ、これだと重たすぎる、重たすぎるからダメだ。なんかここ擦れちゃってんだな、重たすぎて。じゃあキャノンではできないです、残念。まあちゃんとしたジンバル買いましょうって話で。なるほど。まあ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  iPhone で使うとか、このアクションカムで使うとかで重さのバランスをうまいことやれば使えるって感じですかね。重たすぎてもダメなんだね。絶妙なバランスだよね結局これ。まあこれ5000円とかいくらだったらちょっと忘れたけど、5000円ぐらいだったような気がするんだよね多分。じゃあ今のどんな感じだったのかな、撮ったやつ見てみましょう。あーでも割とスムーズだね。あのケイちゃんのピアノの周りでガーってこう動いて撮ってたようなシーンは確かにこれで撮ったら結構いいかも。まあちょくちょく実験でやってみます。なんか公園行って歩きながらやってみるとか、ね、そういうのも試してみようかな。はい、では今日はこの辺で終わりたいと思います。いつの間にかもう12時過ぎてる。ああ早く寝ないと。明日も早起きしてね、明日オンラインレッスンかなやっていきます。はい、ではお疲れ様でした。また明日。